はい、今回はですね10年前のゴーゴーバーとですね、まあ、今のゴーゴーバーとどう違うのっていうテーマでお伝えしたいと思います。その中でもですね、今回はですねビール1本の値段についてね、まあ、簡単に、お話をね、させていただければと思います。10年ぐらい前のですね、まあ、当時ですね約、まあ、1万円を持って、まあ、遊びに行きますと1万円がですね3600バーツほど両替できました。で、ゴーゴーバーのですね、まあ、パッポのですねゴーゴーバーで、まあ、飲んだりすると、まあ、シンハビールの、まあ、中瓶が1本、まあ、100バーツでした。ですので例えばゴーゴーバーの中で、シンハビールですとかハイネケンビールを10本飲んでも100×10 ってことで、まあ、1000バーツになります。で、もしですね女性の方と一緒にお話ししたりっていうことで、まあ、レディースドリンクをおごってもですね、まあ、その当時でも1本100バーツでした。ですので20本飲んでも、まあ、2000バーツっていうことで残りね1600バーツほど残る計算でした。まあ、10年以上前はですねそんな感じの値段でした。もちろんですねこの2000バーツっていうお金はですねその、まあ、外国旅行者が、まあ、遊びに行くところですので、当然2000バーツっていうのはねかなり現地の方からすれば割と大きなお金だったりすると思います。まあ、ですので割とですね、まあ、1万円が3600バーツほどありましたので、いわゆるゴーゴーバーの中で飲んでね、まあ、音楽が好きな人は、まあ、こう寄ってこればですね、そのリズムに合わせてですね店内で適当に踊ったりってい う、まあ、楽しんだりね、するのは割と格安でできたんではないかなと思います。今現在もですね人によってはね、まあ、そんなに高くないとかね、まあ、いろいろその辺は値段のことはねなかなかチップの話と同じで温度差があるので一概には言えないところだとは思うんですけども、まあ、現在もですねそのゴーゴーバーの中で、まあ、酔っ払って、まあ、こう踊ったりなんかねこう勝手にするっていう、のはね全然できるんじゃないかなと思います。まあ、これもねお店のなんて言うんでしょうねそのタイプによってねなんか踊ってたりするとね、なんかかなり浮いてしまうとかね、まあそういった部分もあるかもわからないんですけども、簡単にですね、まあ話をまとめさせていただきますと、まあ4、5年前はですね、1万円が3600バーツあったので、パッポのですね、ゴーゴーバーで、まあ飲んでもですね、まあ割と格安で飲むことができたという感じになります。はい、ということで今回の動画は以上となります。今回も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。